はい、オッハローフルチショーを申します。ブレイドストーム100年戦争ワイドナイトメア100年戦争編、今回もやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。今紹介できる契約はそれで全てだ。ローザン城の奪還、アキテーヌと、アキテーヌか、アキテーヌ1個だけかな。フランドルとアキテーヌが1個ずつだね。とりあえず難易度高いのやりたいんで、これいこう。どれいこう。これだ、激戦ブリュッエット。この契約でいいんだな。無事を祈るぜ。おお。ケルシの戦いを経たことで傭兵は重要な戦力と考えられるようになっていたと。フランドル地方では海運貿易の利益を持つイングランドと確かな支配力を示すフランスが互角の戦いを広げていたと。ブリュッヘの攻防に終点は絞られたと。なるほど。味方拠点のブリュッヘを勢力下に置き、周辺の敵拠点を制圧すると。遠くね、めちゃくちゃ遠くね。一応ね、出撃のやつを手動にしたんで毎回自分で設定する感じですね。ここから行こうぜ。よし、同じ場所から行って、お前逆サイド、逆攻めてくんないか。命令ができないな。あ、こいつはね、フィリップには勢いに乗ってもドンドンドンって言ってもらおう。で、正面に向かって突き進もうか。この橋は私が守ろう。敵の将軍が正面に一人いる。いや、二人いるか。やれやれ。敵将を討ち取ってこよう。あ、しまった。まあ、いいか。どこだ？いた。ベルトランディ、あ、お前か。お前か。前回ね、共闘した仲間みたいなもんですけど。悪いね。ほんとごめん。よし、整列しろ。俺の負けだと。おバート、バート認めねえ。もう一人くらいいないかな。さすがだぜ。俺も頑張らないとな。もう頑張ってくれやい。もういないかな、将軍は。将軍っていうか、まあ騎士かな。こっちはもう軽くほふれるんで、フィリップ次第かな。先の拠点を攻め滅ぼしてもいいけど、どうしよう。とりあえず拠点落とそうか。難敵登場だな。お、じゃん。どこに？フィリップ、なんか途中で激しく戦ってるのか。情けないやつだな。あそこにいるじゃん、フィリップ・ルボン。無念、我が身の非力さを思い知る。どうした、どうしたって言うんだ。多分戦って勝ったんだね。なんか倒したのか。さすがフィリップ。お、正面にガーズイ。お、お、ひどいな。踏んでいくっていうね。整列しろ。早く3人目解除したいですね。もうちょっと人数が多ければ戦略性もね、増すんで。殺せばいいのに。
もう一応3人目どんなね、職種っていうか、なんていうんだこれの、舞台か。一応弓騎馬にしようかなと思ってるんですよね、3人目は。ソリさすがだぜ、俺も頑張らないとな。おお、契約完了。まあさすがに1位だね。双剣の書か。おお、ブリュッフェに押し寄せるフランス軍を打ち破り、イングランド軍は勝利した。これでイングランド軍はフランドルにおけるフランス軍の足場を揺るがしたことになると。お、会話だ。トーク。ジョルジュ。最近デュゲクランって名前をよく聞くな。一体誰なんだ？面白い戦い方をするやつだってさ、バートとカレン姉さんが褒めてたよ。カレン姉さんもか。そりゃあっておかなきゃならねえな。ホットデに横取りされちゃたまんないもんね。バカ、そんなんじゃねえ。へえ、もう一回行ったらイベント起きそうだね。今紹介できる契約はそれで全てだ。アキテーヌ総力戦行こう。この契約でいいんだな。犬死にだけはするんじゃねえぞ。おお、当然じゃねえか。このクレシュの戦いを経たことでっていうのは毎回出るね。現在イングランド軍の本拠地であるアキテーヌ地方ではフランス軍が奮戦し、拠点の数の上では互角となっていると。この状況から優勢に立つべくイングランドは軍を進める。まずはフォンロック廃墟を制圧することが重要となると。なるほど。フィリップ、フィリップ君にはそうだね、ここから出てもらって、もう上にね、もうガンガン行くっていう、こうだね。行こう。未来の人物を探し伝言を届ければいいんで、とりあえず待ちましょうか。ちょっとお前ら守備隊、守備隊、守備隊、お前守備隊やれ、守備隊任せるよ。整列しろ。フィリップ・ル・ボン死んだ伝言のやつまだか。とりあえず守りながら待つか。かかれー。ギリセイ、このあれ結構舞台いるんだな。アルフォンス、あ、アルフォンスか。出てきた。すごい後ろ。とりあえず届けに行くとして、お前は死ね。ソーリー。こんなはずでは。なかったよな、そうだよな。左の方から二人来てるね。マリー、お、マリー。敵に回るのならば排除する。ごめんね。お相手願おう。あ、フィリップ、そういうことね。撃ち破れ、耐えよ、撃ち破れ。当たんね。私では及ばないのか。フィリップ発見。撃ち破れ。我が身の秘跡さ。よーし、でもってちょっと依頼の人すんごい下だな。遠いな。行ってくるか。ちょっとばかし遠いけど行ってこようか。ベルトランデュ・ゲックーラン、どこかにいるのかな。あんまりイングランド軍側のね、武将っていうか将軍をね知らないんですよね。フランス側はフィリップ
ゲクラン、マリーとかいるんですけど、イングランド側は皇太子と、あと、なんだっけ、チャゲドって、チャゲドではないか、皇太子についてるおっさんがいるんですけど、そいつくらいかな。もうじきなんじゃないかな。あれ、こんな方じゃなかった？あの拠点にいるんだ。チェストは敵か。こんなはずでは。この拠点正直興味ないんで、とりあえず素通りしていこう。あの下の方か。よしよし、来た来た。これならすぐ行けそうだ。多分あいつだろう、正面のフェリックス、お届け物でーす。よし、変わろう。どうした、何が、どういう状況なんだ。お、ベルトランデュー・ゲクラン、てめえは思ってるんだろうな。認めねえフィリップ、なぜっていう、裏切ったのかっていうね。次どこ、あそこ正面のあれ、行くぞ。奮い立ていい、こっちか。お、じゃんじゃんジャンか、へえ。やれやれ、俺としたことが。やれやれ、勢いがすごいぞ。イングランド軍のために、正面に敵発見。またまた敵発見。右からちょっとえぐるように、おい突入。よーし、もう着いたか。どこだ、ここ。え、何やってんの、なんか当然のように拠点落としてんの。まだだいぶ上か。フィリップはフィリップで別の目標あるんでね。あ、なるほど、そういう感じになったんだ、目標が。これ敵か。ティーラック、サンペルドー陥落と。え、あれいいの、落ちて。なんかまずくないか。あれあれあれ、あ、まあ維持しつつなんで取り返しゃいいっていうことなんかな。まあ落ちると思ったんだよな。明らかに敵の数がね、多かったもんね、行く。向かう敵の数が多いんで、まあ仕方がないか。まあ、舞台が多ければね、まあ、守備に回すこともできるんでね。何気になんかかっこいいな、アラブ兵かな。取り返したんで正面取ってこよう。
わあ、この夕日がすごい。夕焼けとともに突撃だ。どこ行った？どこにいる？探せい。よーし、ここいるの？廃墟だよ。廃墟なのか？あ、でも口に果ててるね。お、フルチ2000、フィリップ1700と。おお、名声は、あ、そう、丸々行くんだね、2人分。まあ、両方使って戦でめっちゃ目立てば名声はすぐに上がっていくんですね、多分。拠点の守りを突き崩しイングランド軍はフォンロック廃墟の制圧に成功した。これに勢いを得たイングランド軍は本拠地アキテーヌからフランス軍を移送すべく再度部隊を整え始めると。最近腕を上げたと評判の傭兵がいるって聞いたんだが、あんただろう。目が違うもんな、その辺の奴らとはさ。俺はバート、あんたと同じ傭兵家業さ。あんたとはなんだか気が合いそうだ。機会があったらよろしくな。よろしゅう。目が違うってね。何かよ、またよろしく頼むよ。目は違うだろうな。あー、ズームできないか。まあいいか。まあ一応オッドアイなんでね。隊長マリー。会話はないか。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。